それでは日本人の呼吸術日息についてお話しますね。これはどういうものかというと、簡単に言ってしまえばですね、骨盤を倒してお腹を膨らませたまま吸ったり吐いたりする呼吸法です。腹式の時はね、例えば吸う時にはお腹膨らませて、吐く時にはお腹をへこませる、こういう状況ですよね。ところが密息の時は吸う時も吐く時もお腹はパンパンに張ったまんまだということですね。そうするとどういう利点があるかということですが、まず一つ目は骨盤を倒したことにより、横隔膜が下がる余地が、どんどん増えてくるんですね。それによって大量の空気を取り込むことができるというのが一つ目。二つ目はですね、この器の中に横隔膜というのが入って、それが上下して吸う吐くということになるわけですが、その時にお腹が動かないので、横隔膜だけが動けばいいので、瞬時に短い時間で大量の空気をスパーンと入れることができるということですね。そして、3つ目はですね、骨盤を倒しているので、ある意味でこの回転運動ができにくくなります。そうするとですね、どういうことが起きるかというと、体が安定するね、そして体が動かないわけですから、非常に静かな感じ、静的な感じを、出すことができる、生み出すことができる。そして吸う時も、全く外に体の動きが現れないということになりますね。まあ例えばね、武道で言えば隙を作らないということですね。例えば、武道での隙というのは、ふーっと吐いてで吸った瞬間に人間は体の、コントロールを失ってしまいますから、そこでえいってやられれば、負けてしまうわけですよね。ですからまあよくね、剣術でこうじーっと構えてますけど、それはその隙を狙ってるわけですよね。この密息をすると、ピタッと止まったまんまで、中で横隔膜が動いてるだけですから、外には変化であるとか隙を見せるということがなくなるわけですよね。それから骨盤を倒すことによってですね、骨盤が起きているとよいしょというこういう回転運動ができますので、予備動作が多くなるわけですよね。よいしょポンということになりますが、骨盤を倒して密息をしていると予備動作がなくなりますので、スパンとこういきます。ですので非常に早いタイミングで相手に、打ちかかるということができるようになるわけですね。それからまたもちろん体の動きが全くなくて隙がないっていうことは、外に気配を、悟られない、または殺気を悟られない、忍者でうつせみの術なんていうのがねありますけれども、あのうつせみの術こそこの密息を使わないとできないということでもありますね。これからこの密息について、じゃあ楽器ではどんな感じになるのかご説明しますのでね、聞いててください。循環呼吸と密息の関係なんですけれども、一つはですね、循環呼吸はまあほっぺたを動かすので、普通にやってしまうとですね、こういう風になってしまうわけですね。ですが、まあサックスやオーボエやトランペットなんかの場合にはこれで十分なわけです。唇の先で、リードを鳴らすわけなので、それがそんなに響かないんですね。ところがエアリード楽器、記名楽器と呼ばれているフルート、横笛、尺八の場合には、このほっぺたが動くと必然的に唇も動きますし、中の空気も動いちゃうので、でこういうことが起きてしまうわけですね。でもこれじゃあ演奏に使えませんし、まして日本のね、コムソ音楽のような微妙な音楽には使えないので、ここを使ってこういうふうにね、できるように
だん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 変えていったわけですね。でその時に呼吸法もやはりこの腹式呼吸の時に腹式でやってると、やはり揺れてしまいますよね。なのでこれも密足にしていったわけです。そして密足にすると、非常に力も抜けてですね、うまくこう空気が循環するんですね。ですから、まあ、ちょうど、普通の方の呼吸がある方とすればですね、密足と循環呼吸をずっと突き詰めていくと、なんかね、最後はもう本当に非常に近いテクニックなんです。ですからもうほんの一つ薄い壁を越えれば密足と、循環呼吸が同じになってしまうような、そんな感じなんですね。そうするそれを使うと、感じで、延々と、静かな状況の中で音楽ができるということになるわけですね。密足と腹式の時の姿勢の違いですが、腹式の時はまあ皆さんご存知のようにね、骨盤を起こしています。つまり背筋がピンと伸びているという状態ですね。これをですね、密足の時はどうするかというと、こういうふうに骨盤を倒します。でも背中まっすぐですよね、これが腹式の時、これが密足の時ということですね。ですから日本の、文化は基本的に骨盤を倒して行うというのが基本です。それでは腹式で吹いたものと、密足で吹いたものですね、それをちょっとやってみますね。密足です。こんな感じになりますね。随分感じが違いますよね、はい、それでは3つの呼吸の、効果の違いをここで演奏してみます。まず一つ目は胸式呼吸です。そして二つ目は腹式呼吸、そして三つ目は、この日本の呼吸法密足ですね。この三つをやってみます。特に、タータラララといって空白を作るので、そこで息を吸う時の状況をね、見てください。胸式呼吸です。腹式呼吸です。密足です。それでは、次腹式呼吸と、密足の吸う時の状況ですが、先ほどやったのと同じようなものですが、今度は静かなところで、やってみますね。ちょっと聞いてください。腹式呼吸です。
それでは密足です。な形になりますね。まあ密足の方がね、体が動かなかったのがお分かりになりますと思いますけれどもね。それでは、今度は数時間の短さということですね。まず腹式呼吸です。ちょっと聞いてくださいね。単音でまずやってみます。このぐらいですね。これが腹式呼吸で一番早いパターンです。まあなぜかというとお腹が動きますので、それと呼吸の周期を合わせなきゃいけないので、ある程度、長くないとできないということになってしまいます。密足です。お腹が動きませんので横隔膜だけ動かせばいいので非常に早くできます。こんな感じです。ね、毎回吸ってるわけですね、これもね、ですけど、ほとんど吸った時間が分かんないぐらいに聞こえますよね。それでは今度、まあ、音が移り変わっていくときにね、どんな感じでできるのか、こんな感じです。まず腹式です。こんな感じですね。密足です。という感じですね。